んこんにちは、こんばんは。マイメロ GB417 ことはーちゃんです。今回は購入品のご紹介をさせていただきたいと思います。今回は雑貨屋さんやスイマー、それから百均などでの購入品をご紹介していきたいと思います。ご紹介する前に購入したお店の名前を言ってご紹介させていただきたいと思います。まずはスイマーでの購入品からご紹介させていただくんですけれども、スイマーではまずはこちらです。こちらのユニコーンのコロコロを購入しました。これは絨毯とかのホコリなどをこうやってコロ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 取るものになるんですけれども、普段使っているものは全然可愛いものではなくて普通のシンプルなものなんですけれども、こちらね、スイマーでこんな可愛いコロコロが売っていて購入したんですけれども、これは前から気になっていて、でもね、お値段が750円でちょっとお高いなって思って、お高いというかね、ちょっとお財布と相談をしながらやめていたんですけれども、500円ですごいお安かったので購入しました。すごい可愛いので、私がいつも使っているコロコロはもうね、私は使わないでこちらを使いたいなと思います。お部屋にこう置いといて、使う時にこれを取ってコロコロお掃除するという感じで、すごく可愛いので飾っとく分にも可愛いし、これはすごいお掃除が楽しみになるなって思いました。すごい、もともとお掃除は好きなんですけれども、もっと好きになりそうですね。はい、次はこちらです。こちらの缶バッジを購入しました。これは2つで380円のところ200円ということで、かなりリーズナブルなお値段で1つ100円になります。これはお部屋に飾りたいなと思って、こちらの2種類を選んできました。次は文房具屋さんでの購入品になるんですけれども、こちらです。こちらのブック型メモを購入しました。これはアリスとかシンデレラとかラプンツェルとかいろいろあって、こちらのアリスのモチーフのものを購入しました。これはここに磁石がついていて、パタンってここにも磁石が入っているので、こうやって止めれるものですね。で、中はこんな感じになっていて、こちらのデザインとこちらのデザインがあって、 どちらもすっごい可愛くて購入しました。アリス以外のものもすごい可愛くて欲しかったんですけれども、350円プラス税ということで、今回はこちら1つだけしか購入しませんでした。はい、次はパレットプラザでの購入品になるんですけれども、私が3ヶ月ぐらい探していたマステになるんですけれども、やっと売っていました。こちらです。こちらのおいしいパンというマステになるんですけれども、こんな感じですね。すっごい可愛くて、フランスパンとかクロワッサンとか、もういろいろなパンのデザインがあるんですけれども、すごい欲しかったので2つ購入しました。2つしか売ってなかったので2つ購入したんですけれども、はい、本当に探していたものだったので、ずっと見つからなくって、どの店舗行ってもなくって、もうパレットプラザをはしごしたんですけれども、もうずっとなかったので本当に嬉しかったですね。はい、次にこちらです。こちらはアイスクリームタワーのマステの以前に出ていたものですね。新作のものはこの前購入したんですけれども、前に出ていたこちらのデザインのものはまだ買っていなかったので購入しました。カラフルなデザインのアイスでとっても可愛いです。これは194円でこっちが162円ですね。パンの柄の方が太めなので、この幅がね太めなので少しお値段がお高いんですけれども、すごく欲しかったものだったので購入できて嬉しかったです。次は3COINS での購入品のご紹介になります。1つしかないんですけれども、こちらですね。こん
な感じの、こちらは、トカス株式会社さんから出ているものみたいですね。こういったケースですね。小物ケースというのかな。はい。ピンクとこちらがあって、透明のものを購入しました。すっごい可愛くてこんな感じで、ここがね、ちゃんと、全部上の蓋ごと取れるのではなく、ここで固定されているので、こうやって開け閉めできるものになっているんですけれども、すっごい可愛くて、前から欲しかったんですけれども、購入できていなかったので、購入できて嬉しかったです。最初、いただけて嬉しかったですって言おうとしちゃいましたね。すいません。こちらは、アクセサリーとか、いろいろ入れたら可愛いかなと思います。はい、次は100均での購入品になります。100均では、こちらです。こちらのフレークシールを購入しました。100均は今回キャンドゥのものですね。キャンドゥでこんな感じのお花柄のシールとこんな感じのボタニカルのシールを購入しました。これは新作ですね。ちょっと前に出ていたと思うんですけれども、私は購入できていなかったので、やっと探せて購入してきました。で、次にこちらです。こちらの、ミニカード 20p、パイナップルとスイカということで、こちらを購入しました。10枚ずつ入っていて、計20枚ということですね。これはね、すごく可愛くて、私はパイナップルがすごい可愛いなって思ったんですけれども、スイカも私大好きなので、これは可愛いなと思って買ってきました。で、次はセリアでの購入品になるんですけれども、セリアではこちらです。こちらのフォトバッグクラシカル20枚ということで、こちらを購入しました。すごい可愛くって、もうこれは少しなんか、なんて言うんですかね、曇ってる感じっていうのかな、なんかちょっとなんて言うんですかね、透明ではなくて透明と白の間ぐらいの中間ぐらいな感じのちょっと透けてる感じですね。この隣にあった水玉のものも売っていたので購入しました。はい、次はこちらです。最後になるんですけれども、こちらのロールメモ 30p ふわふわアニマルペンギン白クマというものですね。これは最近セリアで売られているデザインの夏らしいものになるんですけれども、こういう付箋のとかメモ帳とかも出ていると思うんですけれども、こちらのロールメモを購入しました。これはこんな感じでロールになっていて、すごいこう出して切り取り線でカットして使うというもので、30枚入っていますね。すごい可愛いなって思って購入しました。はい、というわけで今回のいろいろなお店での購入品は以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。はい、なんかね、こう場所とかがね、すごいバラバラに置かさっているんですけれども、本当に申し訳ないです。では今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。バイバーイ。